日本放送アナウンサーの吉田ひさのりです。食事の回数よりアニメ見てる本数の方が本当に多いです。吉田ひさのりがアニメで企んでる11月15日公開収録決定。劇場アニメ逆さまのパテマ上映後の興奮冷めらぬ劇場から監督の吉浦康弘さんをゲストに公開収録を行います。観覧の情報など詳細は番組ホームページでチェックしてください。ちょっと新しくもなってますよ。吉田ひさのりがアニメで企んでる公開収録は11月15日金曜日。